ダンベリーはアメリカが州国コネチカット州フェアフィールド郡北部に位置する都市である。ニューヨーク市からは約70マイルにあり、ニューヨーク大都市圏に属している。2010年の国勢調査では人口8万893人であり、州内では第7位、郡内では第4位の都市である。ダンベリー市は初期開拓者の多くがイングランドのエセックスにある。 ダンベリー出身だったことから名付けられた。帽子を製造していた歴史があり、国内の帽子のほぼ25%を製作していたこともあったので、帽子の都市というあだ名がある。市内にはダンベリー病院やウェスタンコネチカット州立大学がある。ダンベリーに最初の開拓者が入植したのは1685年のことであり、現在のノーウォークと、 スタンフォードから8家族が移動してきた。ダンベリーの地域は当時、パークヨク族インディアンからそのまま、パークヨクと呼ばれていた。初期開拓者の一人が、サミュエル・ベネディクトであり、1685年に、兄弟のジェームズ・ベネディクト、ジェームズ・ウィーブ、ジュダン・グレゴリーと共に、パークヨク族から土地を購入した。土地のインディアンから、パクヤックとも呼ばれており、開拓者たちは、町の名前に、 スワンプフィールドを選んだが、1687年10月、植民地議会がダンベリーという名前を決めた。議会は新しい町の領域内で区画割りを定める委員会を指名した。1693年に測量が行われ、1702年に正式な町の認可が行われた。アメリカ独立戦争の時、ダンベリーは、 大陸軍のための重要な軍事物資保管所だった。1777年4月26日から27日、ウィリアム・トライアン少将が指揮するイギリス軍が町を燃やし、略奪した。ダンベリー氏の首相に中央に書かれているモットーは、ラテン語のレスタ・トゥーマスであり、ロイヤリストの軍隊によって破壊された後から立ち直ったことを言っている。このリッチフィールドの戦いで、 ダンベリーを攻撃したイギリス軍によって、大陸軍の将軍デイビッド・ウースターが致命傷を負った。ウースターは、ダンベリーのウースター墓地に埋葬された。ダンベリーにある私立のウースター学校は、このウースターにちなむ命名である。1780年、ダンベリーで初の帽子工場がザドック・ベネディクトによって設立された。従業員は3人であり、週に18個の帽子を作った。 20世紀のダンベリーは帽子の都市あるいは世界の帽子首都と呼ばれた。1904年にはアメリカで作られた帽子の24%を生産した。1802年、トーマス・ジェファーソンがダンベリーのバプテスト教会に手紙を書いた。この教会は町の改修派教会員から迫害を受ける心配を表明していた。ジェファーソンはその手紙で 政教分離原則という言葉を使っており、この表現が初めて使われた機会になった。一般に信じられているように、アメリカ合衆国憲法にこの言葉は現れておらず、憲法修正第一条の自由権条項と組み合わされて、この制度が通念とされたのが正しい。憲法の起草者と考えられるジェームズ・マディソンは、政教分離について似たような表現を使った。ジェファーソンの手紙は、 ダンベリーのユニテリアン・ユニバーサリズム協会で展示されている。最初のダンベリー祭は1821年に開催された。1869年に毎年開催される行事になった。最後に開催されたのは1981年だった。その祭事広場は整地されて、ダンベリーフェアモールが建設され、1986年秋に開業した。コハンザチョスイチ。 災害、1869年1月31日、ダンベリーの災害現場、1869年1月31日、1835年、コネチカット衆議会が、フェアフィールド軍鉄道の鉄道認可を行ったが、投資が鈍かったので建設されることはなかった。1850年、組織の計画は交代し、ダンベリーノーウォーク鉄道と改名された。 全長23マイルの鉄道工事が急速に進んだ。1852年、ダンベリーを通る最初の鉄道が開通し、2編成の列車がノーウォークまで75分で走った。ダンベリーの中心部が1822年にボロとして法人化された。このボロが1889年4月19日にダンベリー市として再法人化された。 市と町が1965年1月1日に統合された。防止工場に水を供給するために作られた多くの貯水池の一つ、小飯座貯水池が1869年1月31日に決壊した。その後の氷のような水の洪水で30分間のうちに11人が死に、家屋や農場に大きな被害を与えた。1900年6月29日。 バッファロービルのワイルドウェストショーに同行していた、オグナラス族インディアンのアルバート・アフレード・オブ・ホークが、ここで他界した。その祝いは、ウースター墓地に葬られた。アフレード・オブ・ホークの遺外は、112年後に、ウースターの従業員、ロバート・ヤングによって発見された。バイソン側のローブで包まれていたその遺外は、部族の子孫によって、再度埋葬されるため、サウスダコタ州ロッキーホードの、 セントマークスエピスコパル墓地に移された。1902年、アメリカ労働総同盟が、ダンベリーの低みアイ員防止製造者、ディートリヒローの全国的なボイコットを呼びかけた。ローは、シャーマンハントラスト法のもとに、不当な取引規制だと同盟を訴えた。1980年、アメリカ合衆国最高裁判所は、同盟が損失に対して責任があると裁定した。これは、 ダンベリー防止製造者事件と呼ばれている。1928年、フェアグラウンドに近い広さ60エーカーの土地を地元のパイロットが購入し、町に貸した。そこが空港となり、現在はダンベリー市民空港となっている。コネチカット州最大の湖であるキャンドルウッド湖は、ウッドクリークトロッキー川が風砂トニック川近くで合流する場所に、 1929年に造成された湖である。現在の湖がある土地は水力発電施設としてコネチカット伝統電力会社が所有し運営していたが2006年6月に900万ドルで売却された。雑誌マネーの1988年8月号でアメリカ合衆国で住みたい都市の第一位にダンベリーを挙げていた。これは犯罪率の低さ。 学校の良さ及び場所が評価された。中心街メインストリート1907年頃第二次世界大戦ダンベリーの刑務所は良心的兵役拒否者の収容に使われた多くの収容者の一つとなった。アメリカ合衆国刑務所の収容者6人に1人が良心的兵役拒否者でありダンベリーのような刑務所が突然社会運動に熟練した教養ある多くの人々で一杯に なった。刑務所内の収容者の運動があったので、地元労働者が良心的兵器拒否者と団結して抗議することになり、ダンベリーは国内でも初めて収容者を人種統合した刑務所となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は44.3平方マイルであり、このうち陸地42.1平方マイル、水域は2.2平方マイルで、 水域率は4.94%である。キャンドルウッドこの南部が地域に入っている。ダンベリーの南西はリッチフィールド町、南はレディング町、南東はベセル町、北東はブルックフィールド町、北はニューフェアフィールド町、西はニューヨーク州パットナム群に接している。ダンベリーは湿潤大陸性気候と温暖湿潤気候の境目にあり、 四季がはっきりしており、コネチカット州海岸部やニューヨーク市よりも内陸にあるハートホード市の気候に似ている。夏は暑くて湿度が高く、冬は寒く、かなりの雪が降る。月間平均気温は1月の下市26.8度から7月の下市73.9度まで変化する。気温が下市90度に達するのは年間で18日、下市0度以下になるのは 年間3.1日である。年間平均降水量は52.1インチであり、年間を通じて平均した雨が降る。雪は1シーズン平均50インチより、年によって変動が大きい。過去最高気温は1926年7月22日の、下市106度。過去最低気温は1934年2月9日の低く、下市18度だった。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。郵便番号が1963年に導入された時、ダンベリー市のすべてに06810が当てられた。当時はまだ電園部だった。ニューフェアフィールド町も同じ番号だった。1984年、06810の対象は、週刊高速道路84号線の南にあるダンベリー市内のみとなり、 その北側には新しく06811が当てられた。ニューフェアフィールド庁は06812となった。ダンベリー市の2011年包括的財務報告書によれば、軍内の主要雇用主は次の通りである。ダンベリー市の行政部門庁は市長であり、任期は2年間である。市政委員会は21人の委員で構成され、市長が主催する。 議員は7つの選挙区から2人ずつ、全市を選挙区に7人が選出される。市政委員会は多数決で条例や決議を定める。条例を市長が5日間承認しない場合は、市政委員会が再度評決する。3分の2以上の多数で再可決された場合は、市長の承認がなくても有効となる。ダンベリー市から衆議会会員には5人の議員を送り出している。 アメリカ合衆国会には2014年時点で民主党議員を送り出している。2010年の固定資産税率は2.096%だった。ダンベリー市にはアメリカ陸軍予備役特殊任務部隊である第411民事大隊が駐屯している。ダンベリーには低セキュリティ女性刑務所であるダンベリー連邦政府強制施設がある。元は男性刑務所だった。 ニューフェアフィールド町との境近くにある。元受刑者の中には、映画、プローでも、有名になったコカインの取扱者で密売人の、ジョージ・ユング、世界キリスト教統一心霊教会指導者の、文宣名牧師、ホテル界の大建物、レオナ・ヘルムズリーがいた。1945年から1940年まで、ボストン市長を務めたジェームズ・マイケル・カーリーは、職権乱用を問われて、 有罪となり、この刑務所で5ヶ月間を過ごした。ジョージ・ゴードン・リリのように、ウォーターゲート事件の犯人もここで収監された。テレビ番組の司会者で、生活全般の提案者、マーサ・スチュワートや、女性ラップスターのリル・キムは、ニューヨーク市の家に近いことで、ダンベリーでの収監を要請したが、拒否された。体験機、オレンジは新しい黒。 女性刑務所での一年を出版したパイパーカーマンは2004年頃にこの施設で過ごした経験を綴った。2013年後半、女性刑務所から元の男性刑務所に戻された。ダンベリー市にはウェスタンコネチカット州立大学、リドリー・ローウェル経営工業学校がある。ダンベリー市にはダンベリー高校とヘンリー・アボット工業高校の2つの公立高校がある。 それぞれ9年生から12年生を教えている。オルタナティブセンターフォーエクセレンスという代替学校があり、その卒業生はダンベリー高校の卒業証書を得られる。6年生から8年生の中学校も2校ある。幼稚園から5年生までの小学校が13校あり、その中には国際教育マグネットスクールの西コネチカットアカデミーもある。ローマカトリック教区学校は ブリッジボート教区の管轄下にあり、次の学校がある。ダンベリー公共図書館は、フィクション、ノンフィクションの印刷物を大量に保管している。DVD による保管が増えており、近年では、ブルーレイで補っている。この図書館は、ダンベリー市が成長するのに合わせ、1879年に設立された。ロングリッジ図書館は、市内ロングリッジ道路沿い。 ウェストレディングとの境に近く、昔の校舎を使った小さな図書館である。冬を除いて水曜日から土曜日に開館され、毎月ブッククラブが開催されている。民営のモアファーバックオービヨンドゴルフコースの一部が市内に入っている。ニューイングランド大学館野球リーグの一員であるダンベリーウェスタナーズがダンベリーのロジャーズパークでホームゲームを行っている。 ユナイテッドホッケーリーグが2004年にダンベリーまで拡大した。ダンベリートラッシャーズが2004年10月にダンベリーアイスアリーナで最初のシーズンに入った。そのロースターにはブレントグレツキーやスコット・スターリングがいた。スコットの兄のトットが2004年から2005年のシーズンのコーチを行った。2006年6月9日、トラッシャーズのオーナー、ジェームズ・ギャランテが コネチカット州のゴミ処理産業における違法行為に関する連邦政府の捜査で逮捕された。チームの執行役も詐欺罪で告発された。オーナーは選手に違法の補助金を出し、リーグの給与上限規定に違反したとされている。クラブは捜査が続いたために閉鎖された。2006年、同じアイスアリーナでニューイングランドスターズという新しいホッケーチームが結成され、 ノースインスタンホッケーリーグに加入した。チームはうまくやっていたが、リーグの方が2008年に運営を中止した。2008年3月25日、新しく結成された、インスタンプロフェッショナルホッケーリーグで、ダンベリーは、新しいチームを持てる、最初の都市に指名された。チームは、ダンベリーマッドハンターズと呼ばれた。このリーグは1シーズンのみ運営されたが、その後は中断された。 2009年12月27日、新しく結成されたフェデラルホッケーリーグで、ダンベリーは新しいチームを持てる最初の都市に指名された。チームはダンベリーホエーラーズと呼ばれた。このホエーラーズという名前が使われるのは1997年以来のことになった。元の NHL ハートフォードホエーラーズはノースカロライナ州に移転し、カロライナハリケーンズに改称された。 ダンベリー高校は運動競技の強い伝統がある。レスリング、男女陸上競技、男子クロスカントリー、野球、テニス、バスケットボール、フットボールで実績を残してきており、州やニューイングランドの選手権で優勝してきた。ダンベリーハッターズクリケットクラブは2001年に結成され、ノーウォーク、スタンフォード、ブリッジポート、ニューヘイブン、ウォータバリー、ウェストヘイブンなどの都市とともに、 南コネチカットで試合を行っている。総合格闘技のアメリカントップチームがバーナムコート13にジムを持っている。ダンベリーはメトロノース鉄道のダンベリー線終着駅である。ノーウォークが始発駅である。当初はダンベリーノーウォーク鉄道として建設され、後にニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道に買収された。 ダンベリー線とメイブルック線の重要な乗り換え駅である。メイブルック線はニューヘイブンの主要貨物線であり、メイブルックでは別の鉄道線に変わる。ペンセントラル鉄道がニューヘイブン線を買収した後、ポキープシー橋が焼けて線を使えなくなった時にメイブルック線が遮断された。今日、この歴史ある駅はダンベリー鉄道博物館の一部になっている。プロビデンス ウースター鉄道とフーサトニック鉄道が貨物鉄道を運営している。地方バス便はフーサトニック地域交通が運行している。ダンベリー市内にはダンベリー市民空港がある。週刊高速道路84号線とアメリカ国道7号線が市内を通る幹線道路である。週刊高速道路84号線は 西のニューヨーク州のハドソンバレー地域から東のウォーターバリーとハートフォードに向かう。アメリカ国道7号線は南のノーウォークから北のリッチフィールド地域に向かう。この日本の幹線道路は中心街で合流している。市内を通る主要平面道路はレークアベニュー、ウェスト通り、ホワイト通り、フェデラル道路である。他に二次的な道路として市内西部を通る。 国道6号線、これと市の東部をつなぐニュータウン道路、コネチカット修道53号線、修道37号線、修道39号線がある。ありがとうございます。